重力を操る異能力者、幕原修也だ。中也、君ともお別れだ。こんなことになって残念だよ。出会ってから7年、君とはいがみ合ってばかりだったね。でも今思えば、時には心を通わせた瞬間もあった。例えば
ばすぎる。頑健な核壁であろうと、その設計思想は簡単には開かないを実現すること、故に結果として開いた状態から閉じることもまた困難にしているのです。核壁の故障のため完全に扉が閉まらず水が漏れました。あとは簡単、隙間から脱出するだけ。この程度も思いつかないとは、重力使いを刺激する資格に欠けているのでは。確かにそれなら脱出は可能かもしれないが、それは事前に浸水攻撃があると知っていなくては不可能な対応だ。吸血種だ。何日も前から警備の誰かを吸血種に変え潜ませていたんだろう。そいつからの連絡が途絶えたことで制圧を推測したんだ。洪水の試練は神のしもべたる僕にふさわしいものですが、僕は虚弱体質なので風邪でも引いたらたまりません。そこで返礼としてあなたたちにも同じ試練を。エレベーターの不正使用が検出されました。フェーズシークエンスを開始します。それでは僕はこれで。願わくは今はの際あなたたちの神の絵画に抱かれぬこと。
Thank you.
Thank you.